ねえねえ、チョコ持ってきた？当然でしょう。誰かにあげるの？けど持ち物検査ねえし、実は結構もらってるやつはもらってるだろ。もらってないけど。牛丸さんにももらってないんだな。とろけど。いらねえならこっちよこせ。その点やっぱり特進クラスのヤギくん、頭いいし優しいしイケメンだし。猪俣さんが禁止されてるチョコやりとり見たら絶対怒りそうだけど。ヤギくん、私のももらって。根津くんには私から。はっきり言って迷惑だわ。何よ、誰もあんたに迷惑なんて。やっぱり学校の外で受け取るよ。ねえ猪俣さん、実は俺ずっとベビーシッターとか興味あってさ。知らないわよそんなこと。自分で確かめたらいいでしょ。うん、可愛いし俺小さい子大好きだよ。いつだって人の楽しい空気をぶち壊しにして煙たがられるのは自分のせい。いいわよ、一人で勉強しているのが私は一番楽しいわ。もしよければだけど。それはもちろん大歓迎っていうか、俺は C 組の鹿島隆一、こっちが弟の子。そこに寝ている人は昼間見てくれている斉田さん。もしかして特進クラスの優しくてイケメンっていう八木くん。タカくん、俺だってかっこいいよ。これはママさんがやってくれるんですよ。そっか、みどりちゃんはつぶらな瞳が素敵だね。八木のやつ子供好きとか絶対嘘だぜ。女子に好かれたいからか知らない。なんていうか。お、A 組のネズ。あ、もしかしてクールでかっこよくて学年2位のネズくん。にみんなこっちに。違うだよ、バレンタインにもらったチョコの食べ過ぎで。ほら行くぞ。中吉、お騒がせしました。ああ、たまにならいいんじゃない。面白いし。俺もチョコ買いたいじゃん。キレッチってまつ、チョコ欲しいじゃん。お願いします、ひな姉ちゃま。ルールを守らない人間なんて最低だわ。明日だったらとびきり美味しいチョコレート持ってきてあげるわよ。俺も絶対持ってくる。お前はやめろ。別に暇だったからいただけよ。あ、猪俣さんちょっと待って。もう学校の外だしいいよね。何よ、どうせ私は融通の利かない人間よ。こっちのカエルさんのチョコも可愛いな、子供たちが喜びそう。どんだけ買うか。いいから早く買え。ねえ中吉の兄弟の。こちらは理事長が用意してくださったチョコレートを使って私が作らせていただく。食べたらきっちり歯磨くんだよ。うん、小太郎もありがとう。これは別にあの子たちのためのチョコを選んでいるだけなんだから。そう、一元から体育とかマジねえわ。いや死ぬほど寒い。じゃあもっと寒そうにしろよ、サイボーグか。早く出せ。出してくれちゃん、散歩行くじゃん。ごめんね、行きたいけど俺今は授業。散歩連れてくときはあれに乗せてくんだよ、すぐうろちょろして危ねえから。うさいださん、脅かしすぎですよ。半袖短パンって見てるこっちが寒いわ。おい、迷惑になっちゃうんで小太郎たちを。何言ってんだよ。だからその天然回路を俺たちにも一人よこせ。うさいださんも見てないで止めてください。不審者、タカ君、その子から離れろ。タカ君、その人もしかして知ってる人なの？今日はマラソン10キロ行くぞ。鹿島たちは戻れたら途中から来なさい。僕はタクマとカズマの父の真水塚康介です。もしかしてリュウちゃんもハヤトも知らないの？真水塚さんは今注目の俳優さんで。で CM 見たことない？すみません、俺知らなくて。とんだ自意識過剰だったようで。あ、いえ、あの僕らが無知だっただけですから。カズマとタクマのパパだし。恥ずかしさで死んでしまいた。実は半年ぶりにまともな休みが取れたので。半年ぶり。僕のことなんてたまに遊びに来るどこかのおじさんくらいにしか思ってないんじゃないかと。お休みなら今日一日ここで二人と一緒に遊んでいってあげたらどうですか。二人とも喜んでくれるかな。そうですよ。じゃあお言葉に甘えて。今日はお父さんもここでみんなと一緒に遊んでくれるって。今日はパパがずっと一緒に。みやくん、ここで諦めて帰ったら本当に距離が広がるだけじゃないですか。時間を取り戻すために今日一日でお父さんらしいところをたくさん見せてあげましょう。かっこ悪いでしょ。ちゃんと捕まってるんだよ、たくま。たくま、それ高い高い。
待ってください。もう諦めた方が良くない？うさいださん、聞こえますよ。ここで君たちと毎日楽しく過ごせてるのは分かったし、今日はみんなと遊ぶの邪魔しちゃってごめんな。パパは先帰ってお家で待ってるから、これからもうちの息子たちをよろしくお願いします。今そっちに。はい、みんな今すぐ授業に戻らないと全員留年。萌ちゃん、ごめんね。コウスケくん、事情はだいたいウサイダくんから聞いたから。どうしてそんなのカズくんたちに見せたの？でも悪役のコウスケくんもかっこよかった。パパ、一緒に遊ぼう。遊ぶよ、カズマ、タクマ。それは簡単なことなんだ。やめちゃだめ。リュウちゃん、勧誘ポスター作ったの？何？サイダさん、まずそれ小太郎の頭から取ってやってもらえますか？ああ、はい。掲示板に貼る場所が残ってなかったんです。他の場所に貼るのは禁止だし。じゃ、今日のお散歩はよその部活の見学にでも行ってみますか。この時期はどこの部も誰でも見学自由って言ってんだし。次はママの部活見ます。見る。今日歩いていくからみんなお手手つなげよ。キリンに実の娘なのにママがわからないのかしら。先生、キリンちゃんを部活のアピールに使わないでください。あなたもここで違う自分を見つけてみないかしら。そこで私たちとその才能を開かせましょう。一瞬本気にしてしまった。ちょ、みんなどこ行くの？緑と特殊メイクしてもらって遊んでた。タカ君、キリンちゃん、タク君にカズ君も待って。ああ、どこからかアリさんが入ってきたんだな。よくこんな時期。そんなことしているうちにタカ君たち見失っちゃうから。っていうか、どこから来たのかな、この子たち。失礼します、ここに小さい子供たちが来てませんか？まったく、何この子たちだけで歩かせてるのよ。いきなり大声上げてすみません。ああいう一面もあるんだね。かっこよかったよ。そんな、みんな行こうか。まだお菓子食ってねえよ。タカ君、お菓子を。ホイクルームが忙しいから部活までやる暇ないよね。ああ、そうだタカ君、次は運動部見に行こう。おかしま、 お前高校でもベビーシッターかよ。うるせえよ。そんじゃなとか、鹿島にわがまま言うんじゃねえぞ。そんなおで言われん。ごめん。な、次どこ行く？ちょっともう一回貼れるとこ探してポスター貼ってきます。じゃあすぐ戻ります。断られるとは思わなかった。どこ行くの、小太郎？小太郎、もう俺がいなくても案外平気なの。いや、それは野球部の顧問の先生に。じゃ、野球部と掛け持ちで頼む。半々くらいで。それがただ引っ張っていこうとされて、ウサイダの通訳が入ったわ。お前がしょぼくれてたから、そいつなりに考えたんだ。見ろ、クッキーもらった。ひの姉ちゃんもがくれたんですよ。俺もあげる。カズマもキリンだって全部あげます。ああ、うん、割とね。あいお揃いのエプロン作ってみた。名前にあった。死ぬほど硬いなこれ。噛めないよ。休みだからっていつまで寝てるんだい。さっさと来るんだよ。すいません、今すぐ起きます。そんなわけあるかい。すみません、ちょっとしたジョークのつもりでございました。寝れば治ります。病人は黙って人の言うこと聞くんだ。お前にまで移っちまったらかかる手間が2倍になっちゃう。そんなとこに張り付いてないで、さっさとこっちに来な。そういえばこの部屋で一人で寝るのって初めてかも。それはこの毛糸の毛布のことかい、それとも私の頭のことを言った。外からはその毛布で温めてやって、あとは中からだ。それじゃ、私はこっちで貝を作ってるからね。できたらお呼び。やっぱり私がやろうかい。じゃ
そのコップの底が見えなくなるくらいまでは頑張りな。そういや、こんなもんもあったね。まあ、いっちゃ、兄ちゃんの薬だ。もう一回やるかい。今は眠っておられます。熱もまだ高いですが、朝よりはずっと下がって。眠っているうちは寝かせておやり。疲れが溜まってたんだろう。